やっほー、こんにちは。ギリギリの配信やね。確かにさっきメイク終わったので15分ならできるなと思って配信しに来ました。やっぱね、前まではなんかちゃんって初めて言われたリオのリーナ、何やったっけ、何の話やっけ。あ、そうや、すっぴんでももういっかみたいな、時間ないからすっぴんでもいいやってすっぴんで配信してることもあったんですけど、やっぱちょっと嫌やなと思ってどうせならね、可愛い姿を皆さんに見ていただきたいなと思いまして。 お話し会ありがとう。こちらこそありがとう。山ちゃん、レインボースターありがとう。お話し会は昨日2日間一昨日とあって、おーやまい、山ちゃん可愛い、ありがとう。さなぎくんハートありがとう。今日はね、公園あります。前髪切ってもらいました、さっきつい10分前ぐらいに。視界が良好になったよ。私も今頑張って後ろレベル上げて、俺のジオンよろしくな俺のジオン、ジオンさんよろしくです。頑張るね。やっぱね、いくらジオンさん先輩として出演してくださるけど、だからってね、うちらが頼りすぎにならないようにね、頑張りたいと思います。なんならジオンさんについてきてくださいって言えるぐらいのパフォーマンスをできるように頑張ります。みそメロ、ヤホメロです。ヤホメロちゃん、土日ツーデイズのおかげで今日のお仕事頑張れたね。わかる、みそらも土日みんなとおしゃべりできたから、今日ねすっごい朝のあの寝起きが気持ちよく起きれましたよかった、お仕事頑張れたなら。ありがとうね。初見です、嘘つけ分かるよ。さなぎくん、だるまありがとう。山ちゃん、ハートありがとう。びくーちゃん、みそらですね。全部お読みしないでください今日公演なん、公演です。マー君、音符ありがとう。山ちゃん、ハートたくさんありがとうね。ケイタン、ハートありがとう。バリが切れてたのか、なんか今日めっちゃ可愛いやん。え、ありがとうございます。前髪切ったからかな。あら、リュウさん可愛いのできてる。ちょっと今日もう いつも公演前の時髪なくてごめん、あ、しかもあの片手で持ってるから手にもかかれん手に今からエアーで描くから見ててって言うとしたけど、手にも描かれへん。そのキラキラのキラキラのリュウさんエアーで描きます。リュウさんしている猫かわいい、描けました。ごめん、しかも時間もないから取りに行かられへん。ごめんリュウさん。あ、判定してんねやけ、みんなのとこでは。この辺かな。じゃあリュウビ、いいですか。あー、かわいい猫ちゃん、そう、ありがとう猫、ありがとう。リュウさんありがとうね、頑張るね今日も。味噌にゃんころパワー、ん、見てアンスタ、日高北斗ひーだか北斗、ありがとう。リュウさん、その画面近くない？え、そう、今、本当だ、近い。うん、ちょ、あれ確かに近っ、すいません、ちょ、言われるまで気づかへんかった。こんぐらいか、至近距離がみんな好きだからそう、こんぐらいで見ちゃう画面ある。リオもここだもん。カメさん、音符ありがとう。そうだから今日ジャンレ出ちゃう、そうツイートしたよ。だからよかったら、でも7時からやから公演入る方は確実に聞けないんですけど、25時からリピート配信もあるのでよかったら聞いてください。今日の公演はジオンさんがまた出演してくれたので、小山さん音符ありがとう。楽しみですね。お味噌、今日は DMM 見てるね、ありがとうね。
食パンの時みたいに変顔かましたらあかん。え、かますよ。今日もかましていくような変顔。変顔。いつの？つぼみたち。つぼみたちで変顔してんの？うん。じゃあ見るわ。前歯出してる。どこで？な。誰よりも努力して頑張ってきたの時に変顔して、そう9番手と目合うから9番手に向かってバッチクソに変顔してる。だからあ、でもそうか、見えへんか、リオピ知らなかったもんだって。本日も夢の出演ありませんでした。うそー、美空の気持ちが足りなかった。今日こそ行くわ。長谷翔さん、お花ありがとう。前髪切って可愛い子がよく見えるね。ありがとう、褒め上手。切ってもらったよ。そう、変顔みんな、あのつぼみたちはやっぱ切った前髪ください、あげませんと、冷静にあげませんよと。楽しいんですよね。いつも天奈が変顔してきました。そこの気にせんでよ、ごめん。でもここに刻んである。では皆さんも見ててください。あー、ありがとう、ほんまに絶対今日も。レイコちゃん、ハートありがとう。初めてだから。やはりお話し会枚数足りなかった。でもすごい楽しい時間だったよ。ありがとね。金キャメさん、尊いと可愛い、ありがとう。髪の毛か。初見です。同じ京都出身です。いいね、おお、京都仲間だ。ミソラも。今住んでんのも生まれたのも京都です。ボブ風ミソラちゃん可愛くて配信来ました。うそー、ありがとうございます。ボブ風やってよかった。新たな出会いがあったんだ、ありがとうございます。またやりますね。あ、そうなんですか、流行ってんのかな。ゆうじいさん、お手紙ありがとう。今日はあみちゃんがね、休園なんで。ゆうかちゃん、ハートありがとう。ジョーさん、出てるよ。よかった、危ない。危ないこと言っちゃったかと思った。出てるよ。ジョーさん、ハートありがとう。もうあの皆さんも公演頑張れ、頑張ります、ありがとう。でも今日は1公演やから、昼夜じゃなくて1公演やから、1にもう 180% 注げますね。いや、もともと好きじゃないんですよ。ピロピロヒロシタンさん、ハートありがとう。ヤマトシさん、それはなんだ。結構でもみんなも最近飽きてきてるって言ってます。昼寝した時出てきてくれたよ、ありがとう。あ、よかった。結構気持ち足りてたか、よかった。結構あの頑張ってあのエビを集めてきたんですけど。ミスラちゃん褒めたら何か高級お菓子出てきそう。出てこうへんよ。褒められたのを嬉しく受け取ってニヤニヤして終わり。交換したね。そう、タコとエビはもうこれはいつもの。次の話会でまだ残ってたら、ちょ、間違えた。次の申し込みでまだ残ってたら話会申し込むね。ありがとう、嬉しなき。ありがとう、とっても楽しみ。さゆきと昨日の服がお揃いやった。ピンクよき。そう、お揃いなの、買いに行ったんだ一緒に。ミソラはもう絶対にピンクが、さゆきは色、まあ、結構迷ってんけど、他に何があったっけな、なんかベージュみたいなやつと黒もあって、最近ベージュと水色も迷ってますけど、おみそらはもう一発目にはいピンクって決めたよね。なんかもう秒で決めた。久しさんがみそにゃやっほーで、一回喜んだやつをたくさんあの出してくださるで優しいんですけど、でもあの次の世代交代、姉さんとマナミンとの絡み楽しみです。え、ほんまにそう、2人が昇格してから公演一緒に出んの、世代交代でね、一緒に出んのめっちゃ久々やから、めちゃめちゃ絡みに行きたいと思います。ご飯になりました。9期みんな可愛い。え、それな、みんな超可愛い。 P さん大丈夫かね。 P さんはもう大丈夫よ。今日も朝から元気に一緒にリハーサルしたよ。衣装気をつけてね。はい、気をつけます。エビ気をつける、ありがとう。エビ募集。まーちゃん、ハートありがとう。ゆうかちゃん、バラ、もう今日はありがとう。みそらしかいなかったんで、みそらだけ。まーちゃん、ハート。逆に好きなお弁当たくさん。やば、私まだよ、動画は渡ってない。過去一やばい、公演前に汗だく。そんな超走ってる今。好きなお弁当とか頑張れ、こけないように。お寿司はもう
いいです。いらないです。公演頑張ってファイトやで。ありがとう。頑張ります。早くまた話したいな。え、話したいな。楽しかったな。またみんなと話せる日を超楽しみにしてま す, てす。今週末はね、お話し会がなくて、なんか今回のお話し会すごい新鮮というか、今まで、まあ、これでまだイベント3回目ですけど、そうそうそう、今までの2回どっちともその毎週お話し会があったので、まあでもその代わりに1ヶ月ぐらいでお話し会の期間が終わっちゃうっていう感じやったんですけど、今回はすごい飛び飛びである。今回飛び飛び、そう、めっちゃ飛び飛びであるから、お話し会が3ヶ月ぐらい続くけど、その分あの話すまでの期間が長いっていう。でも店は結構今回の感じ好きやけどな、なんか毎週会って終わった瞬間になんか虚無感って感じやけど、前まではね。今回は我慢する日は長いけど、みんなと定期的に話せるって思うとすごい嬉しいなって思います。何のお弁当が一番美味しかったかな。かわいい、ありがとうございます。さっきからコメント読まれてそうなタイミングでこっちの電波悪くて泣いてる。なんちゅうタイミングなんだ。地下とかにいんのかな。ミスラもね、さっきあの 4G の1本しか立ってない時あった。やっぱ劇場ってさ近いやんか、だからあの4本線の1本しかなくて、一生絶対じゃあ X が開けなくて焦ったよね。電波悪仲間や。寒い、お腹冷えてきた。まーちゃんバラありがとう。ゆうかちゃんハート3つのやつありがとうね。毎週はマー君ハートありがとう。お城レベル20に上がったね。え、そう、さっき上がった。イエーイ、ありがとう、気づいてくれて。そう、上がったんだ。一旦直近の目標を白レベル20って言ってて、多分10日前ぐらいに、あのあとちょっとで、じゃあとあと数日間の間で白レベル20になりてーよーみたいなの言ってたんですけど、やっと叶いましたね、白レベル20。イエーイ。生魚がね、そんなに好きなんですね。深夜さん花束ありがとう。初期のアメブロ懐かしい、よく読んでた。え、ありがとうございます、読んでくれて。アメブロはミスラの原点ですからね。あのアメブロがなかったら多分こんなにたくさんの人にミスラのこと見つけてもらえてなかったかなって思うし、ほんまに 今でこそ、まあ、公演にも出させていただけてるし、 X もあるし TikTok もあるし、なんだかんだっていろんなとこから見つけてもらえる機会が増えたけど、ほんまに初期の頃ってね、12月にお披露目されて2月の23まで公演もなかったから、その2ヶ月間ってほんまに、まあ、もちろん SNS もないからアメブロしかなかったんですよね、私たちには。だからそこでいかに自分の性格を皆さんに分かってもらうかとか、自分がどれだけアイドルに人生かけに来たかとかを分かってもらって、ミスラのこと見つけてほしいと思って書いてたので、懐かしいですね。モバメもあったけどね。モバメもミスラのことを気になってくれた人しか見れへんものやから、まずその気になってもらうにはアメブロしかないと思って、めっちゃブログ毎日頑張って時間かけて書いてましたね。深夜さん、マーボーさん、ハートありがとう。あんまり匂いがしないからかな。まだまだ仕事中だけど覗いてるよん。大丈夫、お仕事中にありがとう。こんばんは、公演頑張ってね。週末私はスタフォニのライブ行ってくる。え、そうやねん、29、30でスタフォニのライブ行こう思っててんけどな。29公演入ったから心の目で見るわ。そう、歌って美味しい、歌っては好き、めっちゃ見に行こうとしててんけどな。感想教えてね、また。まあ円盤買うけどな、どっちにしろ。楽しんできてね。電波悪仲間おもろい、また共通点増えた。あ、ほんまや。またまた増えちゃった。増えちょろ。お城レベル、ミスラちゃんとおソロになった、イエーイ。おソロ20仲間。今日行けばよかった。なんで前髪ちゃうか。でもほんまにさ、すぐ伸びて、ミスラもうここまで行ってたから前髪。
切ってもらえて嬉しい。またいつでも待ってるよ。ありがとうね。ゆうじいさんハートありがとう。あ、15分経った。そろそろオールアップだから終わらなきゃだよ。ね。でもちょっとでもできるかなと思って始めたからよかった。ちょっとでもお話できて。ルームス入ってたら生誕祭入れるって本当？生誕祭入れるっていうか、あの優先のなんか申し込みが始まるみたいです。ルームスの方優先みたいな。マー君ハートありがとう。もちろんまた聞いてね。え、聞く聞く、楽しみにしてるね。さなぎ君ハートありがとう。頑張ってね。ありがとう。頑張るね。それでは。ありがとうございます。ありがとう。壇上の出し方忘れた。ここやここや。ここだ。読みます。13位ジョーさんありがとう。12位深夜さんありがとう。11位マー君ありがとう。10位ジュニアさんありがとう。9位ヨシカズさんありがとう。8位ヤマトシさんありがとう。7位マーボーさんありがとう。6位ユージーさんありがとう。5位まーちゃんありがとう。4位おやまさんありがとう。3位キンキャメさんありがとう。2位ヤマちゃんありがとう。そして1位ドロロロロロちゃんリュウさんありがとう。ありがとうラブスケ。あ、壇上変わってしまった。読めてない方は誰だ。12位ピロピロヒロシタンさんありがとう。あと読めてない人はおらへんかな。みんなありがとうございます。今日も頑張ってきます。それではちょっとの時間やったけどごめんね。20分ぐらいしか配信できてないけどありがとう。今日は切ってもらった視界良好な前髪で頑張ってきます。ありがとう。じゃあね、また後で。バイバーイ。